ておった。必ずや藩を討ち取り、龍蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。酒井、見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息を。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。守りは進んだか。あ、いいえ。火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。ジン、雅子殿、近くの手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。志村様は何て。お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。よし。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらぬ。やつは言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは。本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に、
女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。大義に応じる者を手放せとおっしゃるのですか。あやつは勝利を求めておらぬ。褒美だけ。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。Family clan's armor, huh? It should be stronger than the armor that we have. I kind of like my Ronin suit. この匂い、燃える木と無垢の獣め。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。誇る畑を守らねば、来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども、騎兵がいます。押し通れ。Oh, I got hit off.カネタの木で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。いや、かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。死ねえ、文句ら新手が来ます。 Oh, I got shot off againOh! I'm getting hit! I missed! The hell, the dogs! Oh!Is there somebody up top? Oh! You're gonna have to move out the way, Uncle. Oh, I'm getting hit. Where are they? Oh, I don't have any arrows.Down.
definitely still people here. Where are these arrows coming from? Woo! These arrows are coming in hot! There are more? Well, let's get it popping then. I heard the horn. I really need to search this place. Where'd he go? Shimura! You know. Oh, I shot the horse. I shot the horse by accident. Well, I mean, they ride together, they die together. The horses can get it too. 大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛虎を撃つ。誇りある武士らしく。
里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を乞う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。産麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。金田の木を奪い返すなんて、そこらの侍じゃできっこない芸当だ。でも実際に奪い返した証拠はあるんだ。俺の友人が見た。俺って男は。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。炎上？守り手の？そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産麦谷も猛虎に抗っていると聞きます。 So do we have a warrior monk as an ally now? We're kind of building our pirate crew here. Or the Akatsuki. Are we the Akatsuki now?Or are we going with the One Piece references? 敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で招集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。寿司を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の寿司だと言われています。赤島で会おう。腕試しと行くぞ。